いろいろ考えてまして、山梨の八ヶ岳とか、あの辺近辺っていうんですかね、の方がちょっとね、気温が夜とかも低いみたいなんで、もう過ごしやすいかなと思いまして、今ね、八ヶ岳とかの方に向かっております。八ヶ岳とかね、こっちの方って、山々、緑がすごい綺麗なんで、こうやってね、晴れてるとね、すごいいい景色が見れます。予定時刻が11時20分、ここからですね約1時間20分ぐらい、はい、で今野辺山かなの方なんですけど、もうね今見えた通りただいまの気温がね28度と、本当ねこの時間でね気温が下がっている地域があるんですね。左って書いてある。これでいいんか。多分ね敷地が広いから行く場所によって駐車場を変えてるんじゃない。冷たい？寒そうだよでも。冷たい？あ、冷た。冷た。でもうーちゃん、うーちゃん。冷たいね。ということで車庫に戻ります。ちゃんと拭いてね。で、カビゴンでお着替えして、それからかき氷食べ行こう。では、どれ？これだから。これってどれ？これだよ。うーちゃん、ちょっと、うーちゃん、かき氷食べよう。どう？雪？はい、ということで今ベルガの方に行ってきました。で、ね、このベルガね、子供がね遊べる噴水の公園
みたいのがあって、そこと、近くの川だよね、あれ。おちご川、まあ、そこでねちょっと水浴びしてね、遊んできたところです。でこれからねちょっとね買い物とかも行きたいんですけど、先にねこのすぐ近くに道の駅白州っていうのがあるので、もう着くんですけど、この白州にね寄ろうかな。まもなく違うかな、多分これこれだと。いいよ、もう。キウイ。じゃ何食べよう。本物。両方本物。こんな感じでいじられてたってことでしょ。ということで、ね、ちょっとねまだ雨がね降ってるんですけども、お買い物の方に来ました。で今回ね来たのね、バローっていうお店になります。でねここなんかね、あのコインランドリーがあるらしいんで、コインランドリーもやりながら行こうかな。温泉案内で行くと安心です。よいしょ。今バローの方で買い物をしてきました。中にねコインランドリーもありましたので、今日ね濡れたあの T シャツとかを乾燥させていきました。これから RV パーク桜リゾートさんの方にお邪魔させていただきます。でここから20分ぐらいで着くかなという予想です。バスは奥かな。その先およそ100メートルで右方向です。標高がですね1000ちょっとぐらいあるRV パークでして、まあまあ厳しい勾配がねずーっと続いてますね。この先もまだまだ続くね。あ、これすごいな。RV パーク、これか、これだ。はい、ということでね今から受付をしてこようと思います。多分受付もねここだと思うんですよね。でここはね温泉もあるんで、先に受付だけしてから温泉に行こうと思います。はい、歩いて歩いて、はい、ほいちゃん、ほら入ったの、きれいきれいになった。今ですねお風呂から上がってきました。で時間が7時49分なんですけども、室温が 29.8 度、湿度が 55% になってます。窓を開けて今マックスファン全開にしてますんで、温度が下がるかなと思う。このリアベッドのところはすごい涼しいです。もっと分からんけど、今日はね、まあ、せっかくね山梨にいるのでほうとうを食べようということで、このでっかいね大鍋を使おうと思います。それはだし、だし。今ね冷蔵庫がこんな感じで満杯になってます。ギリギリ閉まるかな。閉まんない。はい、乾杯。乾杯。パパ2杯目だから。かぼちゃ食べる。いいよ。ちょっと暑いかも。この辺は。これ出しくん。
すごいすごい、見て。なに、ほんとだ。すごい。流れ星見えるの？え、うーちゃん流れ星見れるって。お外出てみよう。で今ですね、時刻が10時46分で、気温がね 26.2 度で、湿度が 70% あるんですけども、結構ね、もう肌寒いぐらい下がってます。で今ね、ちょっと30分ぐらいね、外でね、天体観測をしてました。なんだっけ、今日光ってる、すごい本当だ、光ってるの、光ってる、そう、すごいね、流れ星見えて、生まれて初めて見たし、星もね、すごい綺麗に見えてます。で僕もね、すごいで結構ね、写真撮ったんですけど、ちゃんと見えてるかな、ちょっとね、現像してみないと何とも言えないんですけど、なんとかね、星のね、多さだけでも伝わればなと思ってます。すごいね、雲キラキラしてた。3匹もいた。3匹もいたの、もっといっぱいだったもんね。シャインマスカット食べます。ふーちゃん、おいしい？あ、かわいい、しりちゃん、かわいい、ももちゃん、上にいる、ちょっと支えててね、頭こっちしないとね、うーちゃん、ママ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 ちゃん、すごい。ドゥドゥン。はい、来た来た、ひょっこりゆき。りょうちゃん、おやすみ。おやすみなさい。朝の7時35分です。室温の方が 24.4 度、湿度が 72% で、朝方ね、もっともっと多分低かったです。寒くて起きたぐらいなんで、やっぱりね、標高が高いところだったんで、想像以上に涼しくて、快適に過ごせました。こんな感じのところに泊まってました。でね、ここ見えますかね、もう奥に鶏かチャボかわかんない、鶏かな、がいるんですけども、こんな感じで朝4時ぐらいから、夜明けを教えてくれます。で、すぐそこでここにこの建屋がありまして、ここはね、もう RV パーク用に使っていいってことなので、ここから入りますとトイレがあります。こんな感じで、よいしょ。でね、上にね、これセンサーライトがついてて、夜間もね、これがつきます。で、トイレは普通に2つで、このトイレがね、横にもう1個ついてまして、2箇所、はい、であとね、ここに洗面もありますので、こちらもなんか使っていいってことでした。はい、水洗い場に関しては、ここにもう一箇所ついております。こちらね、普通になんか洗ったりとかすることができる感じかな。こんな感じで普通に水が出ます。お湯は出ないですかね。水だけかな。で、パーク全体としてはこんな感じです。この奥のとこですね。こいつの車と今もう一台しか止まってないんですけど、5台かな ?5 台ぐらい入れそうか。あ、でも電源が4個しかないんで4台かな。っていう場所になっております。ふーちゃん、おはよう。ふーちゃん、おはよう。こんな感じで電子レンジでできます。どれ食べる？暴れ狂ってる。何匹だろうね。
遊ばせたいと思います。お願いします。グッドボタンを押したね。じゃあまたね、バイバイ。